光塾、ビジネススクール第1期の、株式会社ライフポイントの茂木文也です。僕が志向塾に、参加しようと思ったのが、自分自身のミッション、そして組織のミッションっていうのをしっかりと明確に持った上で、もっとなんか世界に対して貢献をしていきたいと思って参加させていただきました。で、実際受けてみてすごい感じたことが、自分たちのミッションっていうのは、ビジネスにおいてもそうですし、ここで大事にされているビジネスかける、人間学っていう部分を、2つの軸を持たれているスクールで、実際ここで学んでることっていうのは、ビジネスのスキル、ノウハウももちろんのこと、自分が生きる本当意味であったりとか、そういったものも、同時に学べて、何よりもこの仕事に対しての心構えもそうですし、より良い人に対する貢献っていうところで、どのようにしていけばその自分たちのミッションっていうのが世の中に広がっていくのかっていうのを実際、学ばせていただいてます。で、僕も今後こういったのをちゃんと活かして、もっとより良い世界に自分たちの、ミッション、考え方っていうのを、広げて世界に貢献していきたいと思います。